ハロルド・グールドはアメリカ合衆国の俳優である。1923年、ニューヨーク州スケネクタディに生まれる。家庭はユダヤ系だった。地元の高校を卒業後にニューヨーク州立大学オールバニ校へ進学。もともとは俳優志望ではなく英語教師を目指していた。しかし、その後、第二次世界大戦が開戦され、グールドも従軍する。兵役中はフランスで過ごした。兵役を終えると再びニューヨークへ戻り、演劇を学んで博士号も取得し、舞台俳優としてキャリアをスタート。俳優活動の傍ら、1956年からカリフォルニア大学リバーサイド校で演技コースの教鞭も取っていた。後に本格的な役者活動を開始する決意をするも、なかなか仕事に恵まれず、KBE にやカリフォルニア大学ロサンゼルス校で非常勤講師として演劇を教えるなどして生計を立てている。1960年代頭あたりから徐々にテレビドラマシリーズなどへ配役として出演するようになり、1962年のザ・カウチで劇場映画デビュー。それ以降はコンスタントにキャリアを構築し、テレビシリーズや映画など多数の作品に出演。1970年代から80年代にかけては、プライムタイムエミー賞に合計5回のノミネートを受けるなど、役者としての地位を確実なものにしていった。映像のみならずブロードウェイデビューも果たし、様々な分野で役者活動に精力的に尽力した。1995年には、スタジオジブリの長編アニメ映画、耳をすませばの英語吹き替え版にも参加している。1950年に結婚し、3人の父親でもあった。ロサンゼルスへ住んでいたが2010年9月11日に前立腺がんのため死去。86歳だった。ありがとうございます。